痩せるヨーグルトの作り方をお伝えします。あなたは、例えばこうテレビを見ていてこうヨーグルトで痩せるとこう聞いてですね、こう毎朝頑張ってヨーグルトを食べていますですとか、またその痩せるためにこうヨーグルトを、まあ、朝食にこう置き換えでこう毎朝食べていたり、そんなことないですか？実はですね、このヨーグルトの食べ方がとても大切なんです。もしかするとそのあんまりヨーグルトを食べていてもこうなかなか痩せないな、効果が出ないなというあなたに、今から私がこの動画を通じてお伝えするお話を聞いていただきますと、まず、なぜこのヨーグルトで痩せることができるのか、そして2つ目、具体的な痩せるヨーグルトの作り方、そして3つ目、効果を出すための上手な食べ方、この3つで、お伝えしていきますね。実は私もですねヨーグルト、過去にすごく食べていた時期がありまして、まあ、どんなものを食べていたかと言いますと、白砂糖がですねたっぷり入ったその砂糖を加えた、まあ、ヨーグルトに、これまた白砂糖がいっぱい入ったこうシロップ漬けのこう缶詰のフルーツとかあるじゃないですか。それを入れ、またさらにそこにですね白砂糖がたっぷりの、ジャムとかソースとかかけて結構な量ですねこう食べたりしていたんですね。もうね食べ過ぎですよね分かってます。まず甘いというのとこの冷たいヨーグルトを、まあ、たっぷりですねありとあらゆるものをかけて、まあ、食べていたわけなんですよね。もちろんカロリーオーバーで、太っています。なので今から3つの、ポイントで押さえてお伝えしていきたいと思います。もしあなたが過去の私のようなヨーグルトの食べ方をしていらっしゃったら、あ、私のことだと思ってですね最後まで楽しく、どうなったら痩せるヨーグルトを使って痩せることができるのかということをお伝えしていきたいと思います。ではまず1つ目、なぜ今からお伝えするヨーグルトを食べると痩せる効果が出るのかというそのポイントですね。まずホットヨーグルトなんです。ね思われた方いらっしゃると思います。私も最初はですねヨーグルトって冷たいものじゃないのかなと思っていたんですけれども、実は温めてもね美味しいんです。しかも効果が、アップします。1つ目、まずそもそも冷たいヨーグルトをですね食べてしまうとその腸にですねすごく負担をかけてしまうんですね。なぜかというと腸というその臓器は冷やされるとその腸内環境がその悪くなりますし、こう本来持っているその仕事ができなくなってしまうんです。逆に負担をかけて、まあ、悪循環で太ってしまう体質へと、まあ、変わっていくことになりますから、まずはその冷たいことそのものがその調理負担をかけていたということなんですね。で2つ目、でもその温めたら乳酸菌ってどうなっちゃうんだろうって思いませんか？そうなんです。乳酸菌は40度程度でしたら生きたまま届くんですけれども、逆にその60度以上になって加熱しすぎてしまうと残念ながら死滅してしまうものなんですよね。ただここでそこまで心配しなくてもいいですよということがあります。なぜかというと、たとえその死滅してしまってもですね腸内でその腸内細菌たちの、まあ、餌になるわけです。ですから決して食べても無駄ではありませんよということです。で3つ目、セロトニンです。これはですね別名幸せホルモンですとか痩せホルモンといって、結局ですねこのホルモンがやはりですねポイントなんですよね。なぜかというとこのセロトニンというホルモンはその約 95% がなんと腸粘膜で分泌されているホルモンなんです。ですから逆を言いますと腸内環境が悪い方はこのセロトニンという痩せホルモンが作られないわけですから、どんどん太ってしまうというこのですね
負のスパイラルにこう入っていってしまうんですね。だからそれだけ痩せるためにはあなたの腸内環境がいかに良いかっていうのがポイント。その時にヨーグルトが持っている乳酸菌はもちろん役に立つんですけれども、そもそも冷やしてしまうと NG ですよということなんです。ここまで大丈夫でしょうか。では、今から具体的なその作り方をお話ししていきますね。ホットヨーグルトの作り方です。材料です。プレーンヨーグルト 100g 以上です。もうすごく簡単ですよね。当たり前ですよね。材料はヨーグルトです。でここポイントはプレーンですね。お砂糖や、いろんなものがこう添加物が入っていない、もう本当に 100% プレーンのヨーグルトです。例えば、今朝私がいただいたのはこちらです。プレーンのヨーグルトですよね。こういったヨーグルトを 100g 用意しましょう。でこの1箱がですね、これ 400g なので、1回あたり食べる量は4分の1程度ですね。その4分の1程度の 100g のプレーンヨーグルトを耐熱容器にそのまま入れて、ラップをかけずに600ワットの電子レンジで約30秒加熱してください。で加熱し終わったら、しっかりこう混ぜていただいて、もうこれだけでね本当は十分なんです。先ほどのこの効果を満たすものが作られるわけなんですけれども、ただその味がないので、これだとちょっとこう続かないな、食べにくいなっていう方に、今からさらにですねパワーアップした痩せるヨーグルトの作り方をお伝えしていきますね。ただ使うのはベースはホットヨーグルトですから、この作り方はしっかりと押さえておいてください。では変えますね。結局そのポイントは腸内環境を元気にしてあげることですから、ヨーグルトも温めた乳酸菌ですね、40度程度のそのヨーグルトをベースに使って、さらに今からこの3つをですねトッピングすることで、あなたはどんどん綺麗に痩せていくことができます。まずきな粉ココア味にしたホットヨーグルトがおすすめなんです。でなぜおすすめかというお話と、具体的に最後食べ方ですね、効果的にですね食べることがポイント。ただ食べたらいいというものではですねないんですね。ではまず作り方と材料ですね。はい、見えますでしょうか。大丈夫ですか。ではまずきな粉ココア味にしたホットヨーグルトの材料と作り方ご説明いたしますね。先ほどお伝えしたホットヨーグルト 100g を準備していただきます。でその後にきな粉、この先のヨーグルト、ホットヨーグルトにきな粉です。きな粉こちらを小さじ2杯程度入れてください。そして次にココアパウダーを入れます。こちら純正の無添加です。お砂糖とかいろんなものが入ってないココアパウダー、ピュアココアというものですよね。ココアパウダーです。もうサラッサラして、中身がですねこんな袋状になっていて、もうサラサラしてます。このココアパウダーを小さじ3分の1入れましょう。そして最後に蜂蜜です。こちらはお好みもありますけれども、入れすぎない程度で小さじ1程度がおすすめですね。でこの材料がなぜ、さらに痩せることができるのかというと、この材料がですね全て腸内環境のその良くすること、要は腸内細菌たちの餌になるものなんですね。でまずホットヨーグルトから乳酸菌がしっかり取れます。できな粉からはタンパク質、あと食物繊維がね実はあるんです。あと大豆、イソフラボン、女性にとってはそのホルモンバランス重要ですよね。イソフラボンも取れます。で次にココアパウダーが持つその不溶性食物繊維です。この不溶性食物繊維もその餌になるわけですね。で最後蜂蜜、実は蜂蜜に含まれるこのオリゴ糖も餌になるんです。全部餌になるんです。ですからあなたの腸内環境がますます良くなって、痩せ菌、要は善玉菌ですよね、がいっぱい増えて、セロトニンという痩せホルモンまで増えるというねすごい効果が出るわけです。でただですね食べ方が大事、
ここからが大事ですよ。以上のものを食べ過ぎてしまってはですね、明らかにそのカロリーオーバーなわけです。過去の私みたいですね。やっぱりですね、何でも食べ過ぎてはいけないわけですよね。適量が大事で、その時にポイントがあります。まず基本の、温めるを抑えてください。そして毎日ですね、 100g までにしましょう。続けることが大切ですから、先ほどのこのヨーグルト、400g なので、4日間持ちますよね。お一人でしたら、お一人当たり 100g だったら4回食べれますから、4日分ですよね。その程度の量でも十分です。で、次に実はですね、この乳酸菌は胃酸にとっても弱いんですね。なので、その空腹時に一番食べてしまうと効果が下がります。ですから、朝食ですね、いろんなものを食べた後の最後にやはりヨーグルトを持ってくるのがベストです。で、実はホットヨーグルトってどんな味って思われると思うんですけれども、温かいホットデザートみたいな感覚で食べれます。温かいその、スープみたいな感覚にもなるんですけれども、そのヨーグルト、プレーンヨーグルトだけでしたら、ホットスープみたいな感覚で美味しいんです。で、先ほどのきなこココア味だと、ホットデザートみたいな感覚で召し上がることができるので、ぜひ楽しみに作ってみてくださいね。なので、デザート感覚で食事のもう本当最後に食べるとベストですよということで、あとは4番、これすごく大事、他の発酵食品とこう上手に混ぜながらバランスよく食べましょうということですね。何でもそうですけれども、偏っては効果が落ちます。なので、発酵食品で乳酸菌でヨーグルトばっかりと言ってもですね、その1種類しかないわけですから、腸内細菌のそのバランスが偏ってしまいますよね。やっぱりいろんなですね、善玉菌増やしてあげる方がいいわけです。ですから、例えばヨーグルトにプラスして、納豆であったり、キムチであったり、ぬか漬けであったり、お味噌汁とかですね、そういった発酵食品と上手にこう混ぜながら召し上がっていただきたいなと思います。で、ちなみにですね、お味噌汁にですね、先ほどのホットヨーグルトをちょい足ししても全然 OK ですよ。まろやかになってね、おすすめです。ちょい足しいいですね。そのものが苦手っていう方は、例えばホットサラダにちょっとちょい足しでソースとしてかけるとか、お味噌汁に入れるとか、カレーに混ぜてしまうとかですね、そのように工夫してみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のお話、まずは痩せるヨーグルトの効果、そして具体的な作り方、そしてポイント、食べ方ですね、お伝えいたしました。この痩せるヨーグルトで、あなたご自身と、そして大切な周りのご家族の方、大切な方のためにですね、どんどんシェアして差し上げてください。で、また動画をご覧いただいた時にですね、繰り返し見ていただいて、腑に落とすまでご覧ください。そしてこのお話役に立ったなと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。